沙織が人間関係にこだわる理由は知ってる。お前は優しくてすげえいいやつだ。どう見ても場違いで爪弾きにされたうちの妹に声かけたり、邪気眼全開の女の子を心配したり、友達が困ってたら何があっても助けようとしてくれた。それってお前が思うよりずっとすげえことだ。京介氏、それはちょっと褒めすぎでは。拙者は当然のことをしたまででござる。だから沙織が当然だと思ってることは当然じゃないんだって。すげえんだって。コミュニティの管理人なんて俺には絶対できねえ。キリノと黒猫の仲裁役だって俺一人じゃ絶対無理だ。言ってる意味わかるか？俺たちにはお前が必要だ。必要不可欠なんだよ。けれどそれは今までの話でござる。先ほどキリリン氏にははっきりと嫌われてしまいましたからな。キリノの言ったことは本心じゃねえよ。俺にはわかる。兄貴だからな。だから人一倍気遣いができるお前だって。だとしたらなおさら拙者は引けませんな。なんでだよ、おかしいだろうが。分かってくだされ、京介氏。拙者は友達の迷惑にはなりたくないのです。拙者はずっと友達に友達だと思ってもらえる人間でありたいのでござる。これだけ言ってもまだ沙織の決心は揺るがねえのか。つまりそれだけ沙織の意志が強いってことだ。でも沙織の言っていることには一つ決定的な間違いがある。沙織が俺たちを大事に思ってくれているのはわかる。わかるけどそれって友達か？え？友達っつうのは一緒に遊んだり買い物したり楽しいことだけじゃねえだろう。キリノや黒猫みたいに喧嘩したり罵り合ったり病気になったら心配したり、いいこと悪いこと楽しいことムカつくこと全部ひっくるめて友達だろう。友達に迷惑がかかる？知るか？かけてなんもだ、なんも。でも今回の件はただの迷惑とはわけが違って。お前は友達に相談された時迷惑って思ったことあるのか？ねえだろ。少なくとも俺は嬉しい。相談って自分が頼りにしてるやつにするもんだろ。頼りにされてるって思うと俺は嬉しくって嬉しくってたまらなくなる。普段されねえからな。そんぐらい許せよ。だからお前がお見合いの相談してくれた時俺はすげえ嬉しかった。いつも俺たちの頼りになるお前から頼りにされてるって分かったからさ。そんな、拙者は何もしてるんだよ、沙織は。キリノも黒猫も俺もみんな無意識にお前を頼ってる。俺たちはお前に迷惑をかけまくってんだよ。それも一度や二度じゃねえ、たくさんだ。だからお前も迷惑だなんて思うんじゃねえ。お前の沙織の本音を聞かせてくれ。拙者はなんか言いたそうにしてんな。